特にあれですか、原子力関連もそうですね、うんうん、だって1時下降りから2時、3時、4時、うん、何これみたいな、あのネズミ講とかっておいしい思いばっか上してね、そういうおかしいですよ、だからピンハネですよね、うん、そういうのをどんどんなくしていかないと本当にうまみっていうのは自分たちで享受できないのかなみたいな感じますね。まあ、昔のこと言うとおかしいけど、そういう派遣労働なんてなかったですよね。ですね。なかったですよ。ところが、いつの間にか規制緩和ということで、誰でもこう、紹介という言葉はいいですけどね、うん、紹介というのは見晴ですよ。見晴ですよね。これが堂々と通用通じ、そのことが法律に決められるとね。普通にね、合法化されちゃってね。ね、うん、そういう世の中そのものを変えないとか、おかしいですよ。まあ、ただないので、最近あの野田さんが出てきて、マスコミが持ち上げてますよね、まあ、とんでもないですよ、本当とんでもない。一番テストランのはね、あの先月の20日から人事が始まりましたけど、なぜこんなことやらないかのっていうのを冒頭にやったのが、あの憲法審査会の委員選ですね。冒頭ですよ。今そんなことやってる時じゃないでしょう。あそこにあると脱原発の社会を作る、まずこれやらないかと。もう8ヶ月経って一向に良くならないですから、原発事業こんなことやってる時期ですか。それもあれやった、うん、そこから、TPP なんてわけわからんこと、うん、何の説明なく進めてる勝手にね。それから辺野古に持っていく、誰もあのこと喜んでない、喜んでるアメリカでしょ。だから彼の見てる国民の方じゃなくてアメリカの見てるんですよ。長いものに巻かれたいんですよ、はい、それから武器輸出三原則緩和する変更する、誰がそんなこと望んでるんだろう。おかしなことばっかりやってるね。ところが ああいう慎重なやり方ですよ、うん、新聞の運動はね、うん、慎重な、何が慎重ですか。国民の方に目を向いてない、そういうことばっかりやってる、うん、結局自民党と公明党にすり寄って今あの参議院が逆転しますのでね、うん、なんとか自分の考え通そうと思えばあれしかないのかなと思うけども、しかしそれは違うんじゃないの、うん、ということですね。だからあの私たち野田さんのやり方大変批判してますけどね、うん、批判してますよ、うん、まあ、恥が少ないからなんとなるけど、あとちょっと少しあの違うあれなんですけれど、うん、私はあの全土と労働組合ですので、うん、あのいわゆる製造業派遣の人っていうのはまだいなくて、うん、ちょっと扱ってないんですけど、うん、一つはあのちょっと前に確かトヨタのは、うん、事務職 の, 労働者あの女性労働者を全部正社員にしたっていう、うん、なんかえらい持ち上げないと書いてありましたけど、うん、おそらくあれはそれ以前はこの例の特定派遣で全部雇ってたのが、やっぱりちょっと厳しくなってきたもんだから、逃れるためにやったんじゃないかっていうふうに思ってるんですけど、全然それはちょっと僕らも情報を掴んでないもんですから、そういう、トヨタだけじゃなくて、いろんなその事務職の人っていうのは、そういう形で、特定派遣で、あのまあ、派遣か形でやられてるんじゃないかって一つと、それからもう一つは、トヨタの技術開発ですね。トヨタ技術テクニカルセンターっていうのは、2万か3万かいるんですけれども、2万のうち1万は、派遣の人であったり、出向であったりの人なんですね。で、だから僕の時は、この女は関係者、デンスコーダーとか、アイシンだとか、全部トヨタ向けの派遣技術者をちゃんと別会社で作って持ってるんですよね。で、そういうところでやってた人を、ものによってきちっと分けて、ここからここまで派遣であって、ここは浮世絵であって、ここは自分のこの仕事向けで、もう本当に、なんだろう、コンプレックスだとか言いながらやるんですけれど、やっぱりそういう形でやるのが同時にトヨタに出向すると、トヨタの方はもう、できる人が来てて、かつ使い捨てていいんだって気持ちがありますので、やっぱり相当ひどい扱い方でやって、パワハラとか、そういうのも絡みまして。結構そういうところでやっぱうつ病とかそういうのが非常に多発してるっていうのはあるようなんで、まあちょっとなかなか外にメスが入らないんですけども、やっぱり僕らとしても少しずつやってなんていうか来てくれる人もいるもんで、組合がそこでやったりしてるんですけれども、まあそういうところもちょっと目を広げてできました、ね、そういう問題もやっぱり結構あるというか。皆さん方の労働保険料は誰が出してるんですか。派遣元、派遣先、現場で気がしたときに当然労働者保険使いますよね。これ雇用主ですから、派遣
派遣会社があるの、まあ、建設業とかね、うん、そういうのはあの元請けなんですけども、うん、それ以外の工場とかは、うん、派遣会社だ、ね、派遣元だから、ね、ほとんどね、うん、あの隠しちゃってます。派遣先がね、派遣先にも一応責任が出てるので、農産について、うん、隠せという指示をするんですね、うん、派遣会社も従業員にも隠せと、うん、だから労災学習が結構、多いですね、うん、実際見てますから宣伝、うんうん、見て見ぬふりするなっていうことです、うん、もうだから今物とかリサイクルだって言われてる中で、なんで人と金だけね回っていかないのって感じなんです、うん、一部の人は、うん、握っちゃってるからじゃないですけど、でもそうさせたらもうダメですよ。人も物も金も全部リサイクルさせて初めて循環型なんですよ。本当のだから循環型社会を目指していくには全てが回らないと、これ本当のリサイクル社会になるんですよね。さっきあの労災で現場で気がして、社会保険で治療してるって話だったんですよね、はい、その場合2割自分で払うからそんなバカなんかないよね、こんなに労災でしたね、保険料は払わなきゃいけないんですけどね、うん、まあ、労災がですね、うん、まず腰痛の場合はなかなか通らない、うん、通すのには結構時間こうね、うん、かかるんですね。ですから、休業保障を受けようとしてもなかなか降りてこないですね、うん、ですから、まあ医療費は取れなくても休業保障の方が大事なものですから、うん、とりあえず社会保険を使うということもあるわけですね。まあ、はっきり言うと骨折ったとかどっか切ったとかっていうことだと労災はずっと通るんですよね、うん、はい、そういう内部疾患などとかうつ病であるとか、まあ、腰痛であるとかね、あるいは、まあ、手のこう手腕であるとかっていうのは、うん、なかなか時間がかかって難しいんですよね、うん、今の監督者のあり方もこれ変えていかなきゃいけないんですよね、うん、まあ、証明責任がね、患者の方にある。疑わしいやつは労災とは見なさない、うん、そういう今システムします。で今二つばかりが同じような回答認めないという場合に、その気がなり労災発生した直前3ヶ月ぐらいの間に、うん、他の人よりも 20% 余分にやってるかどうかとか、それ以前からの仕事量に関してそこで変わってるかどうかと基準にされちゃって、何年かの繰り返しとか例えば腰痛なんかそうですよね、こういうのほとんど認めないという、うん、そこへのやっぱりそのなんていうか労災の行政の方にもちょっと基準をちょっとねやっぱ変えてもらうというか、変えさせるっていうことをやらないと、見たかの、ほんでそういう慢性的なやつからうつ病とかそういうのに関しては本当に降りないですね、なかなか、それもありどうしてもなんかストレス抱えちゃってっていう、ちょっと話は絶対に労災関係のちょっとまあ裁判じゃないんでね、被害者が具体的になんか損害賠償請求というようなことになれば、それは被害者の方が証明しなきゃいけないかもしれないけども、うん、労災がね、他に可能性があったら全て排除で、例えば要件にしても、他に日常生活で重いものを持ったことがあるんじゃないかとか、そんなことは考えられないですね。あるいは過去の起用歴で、よその会社でやったやつじゃないかとかね、よその会社でやったやつを今の会社の腰痛だって、労災だっていうのはダメだとかね、いうふうな話で、一貫して重いものを持ち続けて仕事をしていればですね、腰痛になってくるのは当たり前の話で、それはもうダメだというのが基準なんですね。その時何かがあったということは言わないとどんどん取れないという、うんうん、なるほどね。災害というと非災害というと難しいからね、うん、ただ健康保険の方は、ね、それおかしいのは、うん、労災は労災、うん、それ以外は健康保険なんだけど、うん、労災と証明できないものは全部健康保険になすりつけてるんだよ、うん、それは通るんだから、うん、外国でもまあどっちか外然性が高い方に振り分ければいいんだっていう話なんだけど、うん、結構派遣法から離れたんですけど、うん